だと、どこに首取れる人間がおると、頭腐っとるんかバカゾンビ！てめえ上等だこら、いい度胸だ。マジで宝刀神社までぶっ飛ばす。ゾンビがバレたらあたしら終わり。言ってる意味があんたお分かり？のんきなことばっか言ってばっかりのゾンビはドンキで頭パッカーンだ。同じことばっか何度言わせんだ。警察にだって銃撃たれてんだ。そんなんで、はい、そうですかってなるかバカ。ハンドル握って死んだ私がゾンビのアイドルだ。アホか、お前みたいに言いなりがいいなら私はあのまま寝てた方がマシだ。よっあたしだって何も思い出せないけど、ライブで感じた懐かしい感覚。いい子ちゃんでも言いなりでもない、文句ばっかより全然いいじゃない。思い出したらなんか変わんのか。仲間に会えねえ、たまごっちだってもう育てらんねえ。あたしら終わってんだよ、もう何も変わりゃしねえよ。まだ終わっちゃいねえだろ、むしろ始まったばっかだろ。前に進むしかねえ、じゃなきゃ生きる屍。まだよギリギリ考える限り逃げずにやるよ。ぶっこんでこいよ特攻隊長。おい、そこで突っ立ってるてめえらもだよ。できっこないとか言ってんじゃねえよ。最高の才能持ってるくせして何も死ねえで諦めちゃただの敗北。できない理由考えんじゃねえ、できる方法見つけようぜ。ボロボロのゾンビが本気でやんなら心はまだまだ腐りゃしねえ。じいちゃんばあちゃん